褐色ハイエナは、哺乳孔食肉目ハイエナか、マハイエナ族に分類される、食肉類。アンゴラ南西部、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ南東部、南アフリカ共和国模式標本の産地は、希望ボボン。東道町110から140センチメートル。おな20から27センチメートル。太鼓65から88センチメートル。 体重35から 50kg。平均1 1 2センチメートルの暗褐色の荒い体毛で覆われる。独名シャブラック圏インは本種の長い体毛に由来する。頭部は灰色。夜行性で昼間は穴の中で休む。カラハリ南部では行動圏は235から480平方キロメートルに達するという報告例もある。 時速4キロメートルで歩行するが、時速40から5 0トルで走行することもできる。カラハリ南部では1日のうち42.6%を食物の探索に費やし、1番あたり2から5 4トルを移動したという報告例もある。主に動物の死骸を食べるが、甲虫類やシロアリ類などの昆虫、鳥類の卵、スイカなどの果実なども食べる。 飛びうさぎ類、スプリングボックの幼獣、オオミミギツネなどの小動物を捕食することもある。沿岸部では、カニ類、魚類、鳥類、海岸に打ち上げられた海洋哺乳類などを食べる。毒名やアフリカンツ語の名称であるストランドウルフは、英名のビーチウルフと同義で海岸で採食を行うことに由来する。ご食物は単独で探し、死骸などは群れで分配する。 水分は主にスイカなどの果実から摂取し、飲めるときには飲むと考えられているものの水を必要としない。野生下では、カラハリ南部で12年以上の生存例が報告されており、飼育下でも13年以上の生存例が報告されている。骨などが薬用になると信じられていたり、スポーツハンティングの対象とされることもある。2015年の時点では、 生息数は安定していると考えられている。一方で害獣としての駆除、犬による捕食などによる影響が懸念されている。1975年のワシントン条約発行時に、ワシントン条約付属書 I に、1995年からはワシントン条約付属書 I に掲載されていたが、2000年に掲載が抹消された。日本では2021年の時点で、 ハイエナカ単位で特定動物に指定されており、2019年6月には愛玩目的での飼育が禁止された。ありがとうございます。